どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパタラです。というわけで、待望のハロウィンアップデート、そして解除もの新イベント発生ということで、今週の割引などの期間が10月の27日、17時頃までとなっています。では、LS 会場豪華景品、ビセリスというね、なかなか渋い車両なんですけれども、これもらえる条件なんですが、3日連続上位3位以内に入れ、ストリートレースシリーズということで、2人からできるレースですね。これを3日連続3位以内です。そして今週ラグジュアリーオート割引の前にですね、まず新車両が現時点では追加されていません。そしてローカスト割引になっています。さらに今週はコメットサファリ割引となっていて、でさらに、ブレッドという車両が割引となっています。さらにもう1台ですね、ネオン、これも、割引になっています。南サンアンドレアス、今週はザイオンレトロが割引です。まあ、そろそろこれの新車両欲しいところですね。続いて、タンパ、この車両も割引。そしてもう1台あります、エバロンというね SUV、 でかいやつですね。また今週はウォーストック、ちょっと珍しいの来ていて、ブレイザーアクア、ただしめちゃくちゃ使えるかといったらおもちゃのような感じです。そして今週はガレージが割引となっていて、初心者さんにはちょっとお得かなと。まあ、車がたくさんね持っているんだけど、いろいろ整理したいよとか、いろんな場所に移したいよとかっていう場合は、こういう割引中にガレージ買っておくのもありですね。そして今週のテスト車両は基本的に今週の割引の車両の、車両となっていました。で、今週一番でかいのはおそらくこれ、カジノの豪華景品、トラックスというねスーパーカーが豪華景品になっているんですけれども、ここのね表彰台というか、ここに景品として上がってくるのかなり久しぶりかなと。しかもめちゃくちゃ高い上にホイールが純正でブラックなので、ぜひ当てたいところです。そしてラグジュアリーオートはこの車両2台となっています。ではシミオンショップ、今週珍しいものあるのかどうかについてですけれども、まあバイクがねここに並ぶようになったっていうくらいで、特に珍しいものはねないのかなと思います。ちょっとシミオン頑張ってほしいところですね。ではここからハロウィン限定解除物マスクです。まずマスク屋に行き、モンスター、そして基本的に一番下のところにハロウィンアップデート収録って書いてるものを購入すれば、このハロウィン期間以外にも着用することができます。お金に余裕があったら全部買っといた方がいいです。お金に余裕がなかったら欲しいものだけ厳選して購入しておくと。これ購入しないとこの期間、おそらく11月突入しちゃうと、なくなっちゃう可能性ありますので、ハロウィンの期間以外だと、購入できませんので注意してください。そして嬉しい、ハロウィン限定解除ものフェイスペイント、これはマスク買うよりちょっと大変です。というのもこのフェイスペイント、影のデーモンからずっと下の方に行き44番ぐらいまで行くんですけれども、これ一個一個全部ねこのようにムービーのシーンを見て着用させる必要があります。これでやっと1個解除です。でなかなかお金もかかりますので、これ注意してください。次に2個目、このようにどんどんつけていきます。欲しいものは全部一度つけてください。そうすることで、この期間以外、ハロウィン以外でも、つけることができるよと。この44番のここまでですね、まあこれもなかなかお金かかりますので、ぜひお金稼ぎは今できるお金稼ぎ一覧を説明欄参考にしてください。そしてハロウィン限定解除ものクラクション、これハロウィンループ1、2とありますけれども、どんな車でもいいです。野良車両でも個人車両でもいいので、一度両方つけてください。そうすることによってどんな車両でもロスサントスカスタムでこの本をつけることができるようになります。続いてちょっと厄介なのがハロウィン解除もの装飾ということで、これはアップグレードできるやつですね。ベニーズアップグレードできる、例えば LH、RH8 とかサルタンとか、まあそれ以外のアップグレードできるもの何でもいいんですけれども、でそれでベニーズに入ってください。でアップグレードする必要がありますので、お金ない人は高い車両を使わない方がいいと思います。安いね下の方にある車両をアップグレードした方がいいと思います。でその中から、この装飾というところに、どこかな、結構ね種類これあります。で死神ボブルヘッドの1個下からですね、46分の23からこれ46まで全部限定アイテムになってますので、これも本と同じような感じです。何か、このベニーズの車両につけてしまえば、この期間以外にも
他のシャルにつけることができるよっていうことなので、まあ、お金に余裕があったらこうやって全部購入しておくといいかなと思います。なかなか珍しいやつですね。そして、これ結構ね毎年見落としがちだったものです。今回今年初めて多分ねファバテラは紹介します。ハロウィン限定解除ものカジノマスクということで、どうやらこの4つですね、マスク、ダイヤ、クラブ、ハート、スペードのエースというこの4つがカジノでハロウィン限定らしいので、これ全部一応ね購入しておいた方がいいです。これカジノチップ必要になるのでこれ注意してください。そして今週はログインでもらえるちょっと珍しいね、マスクありました。多分ねオンライン入った時にね左下にいきなりポンと出て上っていうのが出ててマスク解除ってあると思うんですけど、なんか頭にポテトが刺さってるみたいなね感じのやつですね。で報酬2倍敵対モードはビースト、VS スラッシャーということなので、まあ4人から10人の敵対モードぜひねフレンドさんとか公開セッションでチャレンジしてみてください。でさらにですね今週は限定のマスク解除っていうのがあるんですけれども、これは、エージェンシーを持っていてフランクリンの暗殺ミッションをとりあえずやってくださいと、これエージェンシー持ってないとねできません。でこれクリアするとクリアしてねこの暗殺完了の後ですね、左下のところに、マスクが緑のヴィンテージミイラということで、どんなものなのか、緑色のね包帯ぐるぐるのミイラです。ちょっとね結構気持ち悪い感じかもしれないですけど、珍しいねマスクどんどん解除されてますね。今年はこういったね毎週解除できるものっていうマスク多いですね。そして8日目の UFO の出現位置はこちら残空土騎士の近くです。まあ、これも公開セッションとか行くと結構見やすいんで、まあ、どうしても出現ねなかなか出ないよっていう人は再起動した後公開セッション行ってみてください。また今週はですねビジネスバトルが報酬3倍、そしてエキゾチック輸出車両の報酬が2倍となっています。エキゾチック輸出車両の、配達をしようとすると新しいケルベルスが襲ってくるというねイベントも発生しますので、この後映像ねちょっと残しておきます。またビジネスバトルはですねこれは基本的に公開セッションとか多いと思うんですけど、セッション内に3人以上、そしてパッシブじゃない状態、武器を使える状態で外にいる状態で15分に1回または30分に1回イベントが発生するというものになっています。ハロウィンイベント第4弾となりまして、フェイスペイントやマスクなどがどんどん解除されてますので、こういった仮装ができます。ぜひねいろんなフレンドさんとか公開セッションでもいろんなコスチューム作ってみてください。ではケルベロスが襲ってくるイベントの条件などを説明します。まずですねセッションに16分以上いると発生すると、で時間は関係なしに昼間も出るようです。条件セッション2人以上、オートショップ所有している人、そしてヘリ、飛行機、ジェット、オプレッサーマーク2、そしてマーク1、デラックス、仕様特殊車両とか戦闘車両に乗っていない状態で、このマップのところにイベントとしてエキゾチック輸出の車両が出たら乗ろうとした時に襲われると。まあこれ襲われたから何なのっていうことなんですけれども、去年はねいきなりね、体当たりしてくる車がいて燃えるっていうことがありました。しかも燃えてる車でした。今回は無人のケルベルスという超でかいトラックがぶつかってきて、まあちょうどねこのライブの後にですね、まあ出くわすことができたんでね、じゃあ何ができるのかなということで、コメントにもあった EMP ランチャーか、あれをねちょっと打ち込んでみたらどうなるのかなとっていうのを、最後試してみましたので、まあ、こんな感じになりますよと。また最後ねどうやったらぶっ壊せるのかっていうのも試していきます。 EMP ランチャーじゃあ効くのかどうかですね、まあ、ラジコンの無人のやつだったりさね動かなくなるんですけど、これなんと、このゴーストっていうのかな、まあこのねイベントで発生するケルベロスもなんと動かなくなっちゃいます。 EMP ランチャー効いちゃうんですね。で時間が経つとまたエンジンが再始動すると、まあこんなことができるよと、まあ、何回も止めることができたりします。じゃあ乗れるのかどうかについて、三角長押ししたんですけどドアに手をかけることはないのかなと。またこのケルベロスでかすぎて結構小回り効かないんで結構倒しやすいかもしれません。これがねいるからといってエキゾチック輸出車両ねめちゃくちゃ大変になるかって言ったらそういうことはないと思いますので、急に襲ってくるちょっとしたイベントかなぐらいに、やってみるといいかなと思います。ちなみにロケランね5発ぐらい入れると大体壊れるかなっていう感じです。というわけでハロウィンアップデート第4弾のまとめでした。最後までご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。